お化けマンション。お化けマンションとは、かつて、東京都町田市の大ヶ谷町の町田市立鶴川第二中学校北東側に存在していた廃墟の俗称。最寄り駅は、小田急小田原線、鶴川駅。上空から見ると、建物全体が、くの字型に曲がった形になっている上、外壁が作られる前に工事が中断したため、外壁が存在しなかった。1967年、地上6階、地下1階、計100部屋の分譲マンションを想定し、建築を開始。1968年には基礎工事が完了したが、その土地が許可を得ないまま造成されていたことが判明したため、土地の所有権をめぐって裁判となり、工事が中断されることになった。同時に使用された建材が基準を満たしていないという建築基準法違反も発覚したため、工事の再開は不可能となったが、下審までは物件を現状維持する必要があることから取り壊すわけにもいかず、建築途中で放棄されることになった。そのため、蒸気のような異様な外観のまま周囲にさらされることになり、いつしかお化けマンションと呼ばれるようになった。その外観の衝撃度ゆえ、仮面ライダーをはじめとした1970年代の特撮作品で撮影のために使用されることが多かった。同作品の劇場版第2作仮面ライダー対地獄大使では屋上にヘリコプターを着陸させたが、蒸気のような違法建築のため、撮影中に倒壊する恐れもあったという。仮面ライダーのスタッフが後年のインタビューで、撮影中に揺れたコンクリの中に発泡スチロールの粉が入っていたなどと証言。その後、決心を経て1991年5月に取り壊された跡地は町田市公園緑地課が管理する能ヶ谷狐窪緑地となり、開園当初は奇数週の土曜日のみ立ち入ることができたが、現在は園路も整備されたため、終日利用が可能となった。ありがとうございます。